皆さん、こんにちは。琴文氷山の渡辺です。田中大一チャンネルから、今回は、ロスチャのいる、麻生太郎に引退勧告という動画の概要欄を朗読したいと思います。アレンジして朗読しようと思ったんですが、それに適さなかったので、頑張ってみたんですが、それに適さなかったので、そのまま読みたいと思います。翼の塔根本良介さん26歳の演説がド迫力。 自民党、立憲民主党をばっさり切りまくり。日本の水道を外資、ベオリアに売国するロスチャの犬、麻生太郎君忍耐勧告。米国、シーシスの命令で30年間日本を弱体化させ、若者を自殺に追い込む自民党一党両断。コロコロ自粛を引き延ばし、日本企業を弱らせて外資に売りさばく、銀行法改正の悪巧みもズバッと指摘。 上級国民と大企業を優遇し、国民から搾取し続けている既存政党を許さない。自民党と組んで消費税を10%に上げた立憲民主党も許さない。自民党前演説の動画へのリンク。自民党を守る警察の脅しにも一歩も引かず。これは日本が変わる予感。日本人を洗脳から目覚めさせる。 根本亮介と翼の塔をみんなで全力応援拡散しよう。根本亮介くんはいけいけだが内容は完璧でしっかりした知識があると思ったら東大卒でした。行動力と度胸あってスピーチうまくて頭良い。動画からでもビシビシと魂と迫力が伝わってくる。完璧すぎる。そこに翼の塔の黒川さんの知識と経験が組み合わさる最強コンビ。 翼の党は他の若者も素晴らしい応援のしがいがあります。自民党、公明党、立憲民主党、維新など、既存の利権集団が最も嫌がるタイプの演説、とストレートに彼らの悪事をズバズバ言うので自民党議員は逃げるしかない。翼の党と協力関係を結んだ藤村明子さんも自民党と菅総理を許さない。 ファーウェイに補助金を出して横浜に誘致して日本の金でスパイ活動をさせている自民党国民が反対しているのに海外マフィアと組んでカジノを推進する反社会勢力自民党藤村明子氏ハッピーキャッツ723動画はこちら自衛隊 OB の方々を中心に結成された保守党代表石浜哲信氏日望チャンネル リンクはこちら。東京、大阪などグローバリストと中共の手先の知事の件では、なんと職員に試験もなく、責任者に中国人を据えて、子供たち、警察官、消防員にワクチン接種を進めています。四国共産党の情報部門ナンバー2の米国亡命により、コロコロが生物兵器として開発されたことが暴露されました。 これまでの報道がインチキであり、経済自粛などの対策もインチキ。ワクワクのインチキがバレるのも時間の問題。英国では100万人の反ワクワクデモが開催されています。なので、外国政治家とマスコミは嘘がバレる前に、急いでワクワク接種を強引に加速させています。日本自治区はここまで進行しています。 あとは中国人移民をこのまま増やしていけば、ウィングルカの一歩手前の最終段階が今の日本。それについての情報はこちらです。リンクが貼ってあります。翼野党根本良介黒川厚彦。藤村明子。保守党石浜哲信。4月4日投票日東京都議選葛飾区根本良介。 8月22日投票日、横浜市長選、藤村明子。10月から11月の見込み、衆議院選挙、黒川厚彦、他。TSMC への技術移転問題を当初から問題視して訴えている藤村明子さん。同様の危機意識を共有し活動している石浜哲信氏と翼の塔を応援しつつ活動していきましょう。我々は情報拡散。 ボランティア協力、寄付など、各自ができることをやっていきましょう。この方々を当選させる協力をしつつ、引き続き TSMC への技術移転に反対していきましょう。私も政府に対して訴訟をするつもりです。選挙の当選がゴールではなく、TSMC への技術移転を阻止するために、情報拡散で世論を高める、訴訟、選挙を通して、 合法的なあらゆる手段を活用していきます。選挙は一つの手段にすぎません。議席数が多いから既存政党に民意があるなど嘘。マスコミが嘘の情報しか流さないから、既存の政党は議席数が多いだけです。八百長なんです。当選しようが落選しようが、今の国会議員の売国行為を追求し、TSMC への技術移転は阻止します。みんなで日本を守ろう。そして、 重要な動画へのリンクが貼ってあります。英国、反ワクワク100万人でも、C 国共産党交換、亡命で生物兵器を暴露。日本を守る1億円祭り開催中。ダイヤモンドオンラインの記事。台湾 TSMC を巻き込む日の丸半導体復活構想が日本の衰退を早める理由。 計算書ペーパー半導体戦略で検索、日本の半導体産業と製造業の壊滅作戦はすでに公開されています。富山新聞4月7日、部品の枯渇で F15 戦闘機の回収工事ができず、ワシントンポスト記事4月10日、TSMC は C 国人民解放軍に半導体を供給する会社、アメリカの技術で高性能兵器を開発しています。 ブルームバーグ記事4月16日マイケル・マコール下院外交委員会筆頭理事とトム・コットン上院議員は TSMC は中国軍のために高度な半導体を生産すべきではないとコメント。米国国家防潮セキュリティセンター4月20日台湾 TSMC は半導体供給を制限する敵対的な国と指摘。青山茂春議員4月28日 TSMC に C 国共産党や軍が入り込む危険性があるとの懸念は持って当然。TSMC はトロイの木馬と発言。議員たちは TSMC の危険性を知りながら技術移転する革新犯。計算省による TSMC への技術移転スキームはこちら。共同開発の名のもとで日本の先端技術を合法的に TSMC に移転。 TSMC への技術移転問題を簡潔に言う言葉をご紹介します。一つ、政府は外資を優遇して日本の半導体産業と製造業を弱体化させています。一つ、TSMC とソニーの合弁会社に補助金を出すのを阻止しましょう。一つ、台湾 TSMC に日本の先端技術を移転させるのを阻止しましょう。 一つ、日本の先端技術を外資に渡すのを阻止しましょう。一つ、日本の半導体企業でも作れる分野で外資優遇すると日本企業が潰れます。一つ、TSMC とソニーの合弁会社に補助金出すのはやめてください。一つ、TSMC に日本の先端技術を移転させるのはやめてください。 一つ、日本の半導体企業でも作れる分野で外資優遇すると日本企業が潰れます。一つ、日本の先端技術を外資に渡さないでください。というような表現がわかりやすいです。また、経産省と政府に TSMC への技術移転を強要されている会社に対して会社を応援し政府の脅しに屈しないよう、 会社と日本の宝である技術を外資に移転させずに守り抜くよう応援しましょう。23社への電話は難しい話ではなく、台湾 TSMC への技術移転はやめてください。御社の貴重な技術は日本の宝です。外資に技術移転をすると、日本の半導体産業と製造業は他国に牛耳られます。多くの国民が御社を応援しています。 勇気を持って政府要請を拒否してください。このくらいの長さで十分だと思います。最初は受付の方も内容があまり理解できないかもしれませんが、複数の人から TSMC への技術移転反対と聞いているうちに、社内で話題になってくると思います。株主でなくても日本企業を応援し、守るのは日本人として当然です。以上が田中大地チャンネルの概要欄とコメント欄。 に書いてあった内容です。で、私も、この翼の塔の根本亮介さんの外旋の <laughs> 動画を見ました、リンク先えっとね、もう、ちょ、ちょっとお下品。なんだろう。もう少し、あー、でもな、こういう風にやるのが今の若い人なのかもしれないけど、喧嘩腰で票は取れないような気がするんですよね。確かにね、聞いてるとその通りなの。 その通りなの。その通りなんだけど、品がないの。まあ、品のある議員さんなんて探す方が難しいのかもしれないけど、せっかく日本を守ろうと頑張ってくれてるんだから、もう少し品よくやって、やった方がいいんじゃないのかなって、は、この老婆心ながら思うんだけど、だけど確かにね、言ってることはその通りだし、こういう若者が 出てきたことは本当に嬉しいなって思います。とにかく今回のこの一連の選挙で何としてでもこの問題を明らかにして日本の四国が赤く染まる道を止めていかないともう日本がなくなってしまうと思うんですよね。で今意味をたくさん政府は入れてますけれどもあの人たちは 最初はニコ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 してくるんですけど、オーストラリアでそういう例が実際にあったってこの間本で読んだんですけど、ある程度の数になるまではものすごく腰が低くて柔らかいんですって穏やかで。ある程度の人数がまとまると表変するんだって。そして、オーストラリアでもずっと前から住んでいたオーストラリア人の人が、あの、その土地を追われたりしてるんですよね。シー国人に追い出されたりしてるっていう、 話もとてもよく聞くので、日本だってね、コミュニティにその国の人たちが増えてくれば、日本人はいづらくなりますよね。そうすると、その地域は違い方権みたいになるんですで。私が思うのは、この国って私たちだけが勝手に、勝手にいじくり回していい国ではないんですよ。北海道だって、 昔は首主務士シ島まで、この間の大東亜戦争でね、日本を守るためにどれだけの人が産下されたのか、その方たちのおかげで北海道は日本のままに、日本のままでいられるんだし、そのね、命を投げ出して守ってくれた北海道という土地をね、何にも知らない、自分の国の歴史を学ぼうともしないような、今の 私たちがね、勝手にそんな敵国の人に買われ放題、土地を買われ放題にして、それを、それに対して何の痛みも感じない。そんなことがあっていいはずないと思うのでございますよ、私。今の日本、問題がありすぎですね。ただ、この一連の選挙で本当に必死になって、 日本を守る人を送り出して応援して問題を提起しないと日本を終わりますと私はとても危惧していますだからこそできることはどんどんやっていきたいなと思ってますそれではまたありがとうございました